Okay, all right. Hi, how Sorry. Are you? Oh, nice to meet you again. Adios. Yes, I just thought that maybe I can get the registration. Yeah, I sent you an email. Okay. It's okay. So it's only a half an hour ago. All right, okay. So yeah. Oh, that's great. The point is just about ready. Oh, right, I see. Oh, that's great. I should be able to apply for the insurance and tax then. Insurance you will do over the phone. The tax then you can do online from after midnight because it's only been registered today. Yes. So the system only refreshes itself at night. All right, okay. So, but that's okay. There's no problem. You have 10 days to get tax. I see. So, it means that maybe I can come back. We're good to go, so whenever you want to pick it up, now is all right, perfect. Okay. Because of my work, maybe I cannot come back until next Saturday. Is that going to be trouble for you? No, look, it's not a big thing, you know what I mean? It's no problem. We're open late on Thursday, maybe till 8 o'clock. I don't know if that's any help. Okay, still just still yeah, okay, right, no problem. Okay. All right, look, whatever really suits thank you anyway. Yes, the bike is ready, so other than that, whenever you want to go, that's great. Go. Okay, thanks a lot. No problem, you're welcome. We'll see you in a few minutes, a few days, yes. Few days. All right, thanks a lot. ということで、登録書をもらってきました。ちょっとね、そのまま写しちゃうと、名前から住所から全部バラバラになっちゃいますんで、消したやつを作りまして、それを写しています。これが RF100 Motor Tax Application for a New or Used Motorcycle ということで、新しく、買った車をですね、まあバイクも車の一種なんですけど、に税金を払わなくちゃいけないと、まあ、車両税みたいなものですかね、それを申し込むための書類をまあお店側がこうやって用意してくれて、でそれをそのまま、こっちに本物ありますけど、そのままもらってきました。こうピンと合うかな。あったあったあった。メイクやモデル全然書いてないですね。書いてねえな、これ。大丈夫なのかな。スズキの GNU ですね。ボディタイプは ER ってなってます。なんでだろう。普通はね、GN125H とかってなってると思うんですけど、ER としか書いてないですね。で、色はまあ、黒をお願いしました。タンク塗ったりしたいなと。ちょっと思ったんで、赤じゃなくて黒で。お願いしました。エンジンタイプがペトロ、ガソリンですね。コード1ってよくわかんない。コード A もわかんない。エンジンのサイズは 124cc。で、二酸化炭素、CO2 エミッション7番。どれくらい CO2 出るんだって言ったらゼロになってます。ゼロでいいんですね。車だとこれ、数字が入ってて、で、二酸化炭素の排出量によって税金が変わるっていう仕組みにアイルランドはなってます。で、まあフレームナンバー、エンジンナンバー、最高速なんてあるんだ。そして、なんだこれは、レンタルまたはデモの車ですかと、違いますよと。でコードがあって、EU のタイプアプルバルディレクティブ、これなんだろうね、多分これが多分あれですよね。排気ガスの規制に対する対応番号みたいな感じになってるんですかね。2002年の E4 ってなってます。で、登録のいわゆるナンバーですね。車のナンバーは、17年の、後半、今10月ですので、17、
で2がついて前半が1になりますね。で後半が2になるんで、2017の下2桁17の後に2がついて172で、その後 D がダブリンになります。ダブリンです。コークだと C とかっていろいろあるんですけど、でその後にあの数字が並びます。でこれはちょっと隠させていただきます。で、その下が、Date of First Registration ですね。まあ、この国で登録された初めての日はいつだというので10月17日の、まあ、2017171017と覚えやすいですね。一番最初が日付で、次が、月で、最後が年になります。アメリカなんかだとね、年と月が逆になってますけどね、101717とかになるんですか。まあ、こちらは、日月で年ということになってますね。でまあ僕の真っ黒黒塗りですけれども、ミスターですね、私男でございますので、で、まあ普通の名前で氏名の名ですか、で氏がついて、でまあ住所があってうんぬんで、まあ、その辺全部隠してカウンティーだけ県だけで、ね、ダブリンということです。で本当だったら、これ全部埋めて、でまあオフィスに持ってって、なんだろう、日本だとどこになるんですか、運輸局とかになるのか、持ってって、税金の申し込みするんですが、ありがたいことにですね、最近は、ちゃんとネットで全てできるようになってまして、ネットでこれからやっていこうかなと思います。一番最初は保険を申し込まないといけないんですよ。で保険を申し込んでから、まあ保険なんと保険証書の番号を、税金を払うためのモータータックス .ie でよかったかな。モータータックスアイルランド、ここですね。こういうとこに持っていきまして、モータータックス .ie ですね。でここで申し込みを始めると。で番号とピンとっていうふうになって、ここから申し込みを始めるということになりますが、まずは、とにかく保険ですね。保険もネット上で結構手に入るんですけど、 まだまだね、アイルランドは電話が主流なんですよ。なんでちょっとそれ困ったなっていう気はするんですけど、今んとこちょっと考えてるのは MCE っていう、よいしょ、 MCE っていうところですね。ここはバイク専門で、でありがたいことにですね、いくら改造しても構わないよっていうのが、これですね、いくら改造しても構わないっていう、こんなんちょっとあんま考えられないんですけど、改造しても改造内容を教えてくれれば保険料率は一切変えませんよっていう、サービスがあるっていうのと、まあ個人的な自分が怪我しちゃった時もカバーしてもらえるんですね、安いやつ選んでも。でもう1年のうち半年ヨーロッパを旅してても、要するに 外国で運転しても、保険は変わりませんよというのと、まあその他はまあ結構普通のところですね。ヘルメットとか用品もカバーするよ、なんていうんですか、これ JAF みたいなサービスですね、壊れた時にもカバーするよって、この辺がやっぱりさすが MCE という感じなんですけど、イギリスでサーキットで走ってもそれもカバーしますよと、なかなか良さげなんで、ここでまあ見積もりを取ってやってみようかなと。でアイルランドはちょっと端っこの方に、ここです、ここに、ありまして、でアイルランドに関してはまあそこから申し込みをするという形になってるみたいです。これでいいのかな、これでいいのかな。今ねちょっと安くなってるんですよね、20日までもうギリギリなんですけど、あと3日しかないんですけど、お願いすると25% オフになると、全部 25% オフにするよっていうことなんで、これはちょっと嬉しい。で電話
電話でやるのちょっと僕怖いんですけどあんまり電話で話すの得意じゃないんで、ちょっと怖いんですけど、ちょっと頑張ってやってみようかなと、思います。じゃあやってみましょうかね。大丈夫だったかね、出なかったかな、スカイプ落としてなかった。よし、じゃあちょっと申し込みをしていきます。